フライヤベハエリクセンは、デンマーク出身のファッションモデル。イング所属。日本では、フレジャ、フレヤなど様々な、呼ばれ方をされるが正しくは、英語の炎ファイヤー、ファイヤーに近い発音であり、金表記は、フライヤーとなる。2003年、15歳の時コペンハーゲンの街を母と、共に銀行に向かって歩いていたところ、 偶然タクシーで通りかかったエージェントの目に留まり、スカウトされる。2004年、高校の友達はバイトをしていたし、普通のことをするくらいならとの同期で、モデル活動を始め、モデル事務所のイングと契約。2005年、2月開催ミラノパリ秋冬コレクションにて、プラダ、ルイ・ヴィトンで、ランウェイデビュー。ミュウミュウのファーストルックを飾り、 まもなくジルサンダーやバレンシアガの広告に登場し、話題となった。デビュー年にして、防具仏版の表紙を飾っている。2006年、数多くのエディトリアルをこなし、ヌメロ、防具誌の単独表紙を飾る。バレンシアガ、カルバンクライン、H&M、M、ギャップなどのキャンペーンに起用される。ランウェイに登場した、消失演数は、 年間142たししェマワードに次いで2位だった。6月東京で開催されたルイ・ヴィトンショー出演のため、来日したことがある。2007年、カルバンクラインとグッチの香水 CM に出演。エージェントの意向に反し、長い髪を大胆にも、短く切り落とす。男性的であり、女性らしい、両性の特徴を持つアンドロジナスブームの先駆けとなる、容姿と、 クールな言動から第一次ブレークを巻き起こし、モデル界のザ・クイーン・オブ・クール、反逆者と形容され、アギネス・ディーンやイリナ・ラザレアヌに並ぶ、個性派モデルの一人となる。写真家兼デザイナーであるカール・ラガーフェルドに見出され、シャネルの広告等に抜擢。デザイナーの創作意欲を刺激する存在となった、この年、インスピレーションを受けたとして、ジル・スチュアートが、 フレイヤーハンドバッグを発表した。以降、各デザイナーが、フレイヤーの名を冠した作品を発表するようになる。2008年、日本版防具の初単独表紙を飾る。ジャンフランコ・フェレ、エンポリオ・アル・マーニ、マウジーなどのキャンペーンを務める。クロエが、フレイヤー・クラッチを発表する。ダンスク・ファッション・アワーズにおいてデンマーク、最優秀モデル賞を受賞。2009年、 エルハツ単独表紙を飾る。シャネル、カール・ラガーフェルド、ロベルト・カバリなどのキャンペーンを務める。アレキサンダー・1から、フレイヤ・ブーツ、ポリーニから、フレイヤ・バッグが発表された。10月パリ・春夏コレクション・シャネルのショーで披露した、ララ・ストーンとのキスが反響を呼ぶ。2年連続デンマーク最優秀モデル賞を受賞。2010年、イ・フツ・エイ。 韓国版防具の単独表紙を飾る。イタリア版は巧妙な写真家、スティーブン・マイゼルによって撮影され、話題となった。デビュー間もない頃、未熟な被写体に彼は突然帰宅を命じ、撮影がお蔵入りした経緯から共同の仕事は、今後ないと思われていた。しかし、5年の歳月を経て、マイゼルから指名の上大規模な撮影を観光、十分に成熟した。 被写体をカメラに収め、二人は伝説的な表紙を世に送り出した。宝飾ブランドハリー・ウィンストンはじめ、契約を交わした年間広告数は19本。日本のファッションシスパーの表紙を飾り、特集が組まれたことから日本でも存在が認知されるようになる。モデルサイト、モデルズ c o m のモデルランキングで第2位になるなど、 第二次ブレークを起こしたこの年、女性特有の肉体美の概念を根本から理解したとして非常に高く評価された、イネス・バン・ラムス・ウィールド・ビノード・マ・タディン撮影の、パープル氏2010年春夏号、ネキッド・カール・ラガーフェルド撮影2011年度版、ピレリ・カレンダー、ミソロジー・神話にて、フルヌードを披露した。ピレリでは、知性と理性に満ちる。 微成年の太陽神アポロオーン、後悔の守護神ポリュレウケース、アビーリーカーショーを妻役に、銀友詩人オルペウスに奮し、三役すべてにおいて、男性の神を演じている。2011年、三代メゾン・ルイ・ヴィトン、バレンティーシャネルのキャンペーン制覇を果たす。カール・ラガーフェルド監督、脚本、シャネル・クルーズ・コレクション用の短編映画、ザ・テール・オブ・エイ・フェアリーに、 性別不詳の養成役として出演し、普通女優アナ・ムグラリスとのキスシーンに挑んだ。バレンティノの香水 CM に出演、両家の不良娘、バレンティナを演じた。スピード出世の末トップモデルとしての地位を確固たる。ものにし、3月 FW11、10月 SS12、共にパリコレクションにのみ登場。年末から半年間の休暇に入った。2012年。 これまでの多忙を極まるスケジュールを緩和させるかのように5年にも及ぶシャネル広告等から卒業し雑誌ファッションウィークを完全欠場キャンペーン中心に仕事を厳選して活動バレンティノの香水バレンティーナに続くバレンティーナ・アソウルットのイメージモデルクロエヒューゴバイヒューゴボスザラなどのキャンペーンを務めたマニッシュな個性を持ち味にしてきた 自身のキャリアにおいて初となるコスメ契約をメーベリンと交わし新分野への開拓に関心が高まっている2007年デンマーク最古の街の一つロスキレにて法律家である両親のもと生まれる両親の離婚により1歳の時から母親と暮らし7つ年上の兄は父親に引き取られる週末は兄と共に父と母の自宅を 週替わりで過ごした。子供時代は、木登りや自転車競争を楽しむお天馬娘で、ロック歌手になるのが夢だった。メタリカのファンである兄と、クラブに通い詰め、彼らの歌詞を聞いて成長した。デビューした翌年、プラダとミュウミュウの独占契約で、ミラノへ送られて、でも、私の頭の中はいつだってメタリカが流れていた。服や、業界人。 ファッションへの興味は皆無だったとスパーシに語るほど、ロック音楽をこよなく愛し、また激動の環境の変化に動じることなく人ごとのように受け止めていた。出身地ロスキレで行われる、ヨーロッパ最大の野外音楽祭、ロスキレミュージックフェスティバルには、毎年欠かさず行っている。ギターを5本、ピアノ、ドラムを所有し、ロックやブルースを演奏するのが趣味。かつて、 V マガジンの録音インタビューで歌声を披露したが、本人曰く、シャワー中でさえ歌うべきじゃないほどの音痴だと、謙遜している。好きな歌手は、P.J. ハーベイ、ジャニス・ジョプリン、ジェフ・バックリー、ヤーヤーヤー,ヤーズ、レッド・ツェッペリン、ローリング・ストーンズなど。生活拠点は、N.Y. ブルックリンである。2011年12月、モデル業を十分やり遂げたと感じたときに、 表舞台から退く予定であることを示唆した。仕事をする上で目標を持つことは重要だと思う。私のは、視覚的な意味も大きい。将来は、小さな農場に、数頭の馬、いくつかの楽器を持ち込んで、有機栽培の果物や野菜を育てて、自給自足の生活をするつもり。このインタビュー発言を最後に活動を休止したことから、突然の引退。 が囁かれたものの半年の充足期間を経て活動を再開させた。またヘビースモーカーであったが喫煙をやめることに成功したと復帰後に報告している。16歳で初めてタトゥーを入れ、現在は16ものタトゥーを持つ。タトゥーは簡単に隠せるし仕事に支障はないと発言している。タトゥーを増やしていい代わりに髪だけは切らないことと、 エージェントと約束をしていたにもかかわらず、2007年夏にデビュー以降、長かった髪を大胆にも短く切る。業界に固執せず、自分らしさを求めた行動が返って本人の魅力を開花させた。美青年のような性別を超越した中性的ルックス、クールで憂いある、ロックスターのような存在はこれまでのスーパーモデルとは異質のオーラを放ち、 多くの女性の心を足づかみにする結果となる。ザ・ファッションスポットモデル閲覧ランキングにおいて、ケイトモスを抜いて第1位を記録し、くしくもトップへの出世コースを歩むことになったフライヤーに、エージェントからの出席はなかった。子供の頃から、パンツスタイルを好み、私服は自分らしさと着心地の良さを重視し、決して流行を追わない。レザージャケット、スキニー。 バイカーブーツなど全身黒色を基調としたシンプルかつロックスタイルが定番である。ヘアスタイルにおいてもファッションアイコンとして活躍する著名人が彼女のスタイルを取り入れるなど男女問わず若者から支持されている。好きなデザイナーはバレンシアがリック・オーエンス、ヘルムート・ラング、アレキサンダー・ワン。普段のメイクアップについて 保湿スキンケアは行うが仕事以外での化粧は一切しない。自身について反抗的な面があるというものの性格は実にマイペースで理性的である。休日は私学の授業を取りバルコニーの植物の手入れや食料品店での買い物、料理や洗濯、公園を散歩したりごく普通の生活を大事にしている。得意料理はチリダークチョコレート。 食べることが好きで日に4、5回食事をとり、一番の好物は母親の手料理。お酒はこのまず二日酔いを体験したことがない。第一戦で活躍する動機は、現在、サーシャピボバロバ一人だけという厳しい業界において、今でも仕事がある自分は恵まれていると考えており、モデルを続ける意義について、単身で世界を飛び回ることで自立心が鍛えられ、 協力し合うことで良い仕事ができる。充実感、物の見方も養えられ、人間的な成長ができるとインタビューに答えている。首に彫られた、タトゥー、フロートは、ストレスなく穏やかに、人生気楽にという意味。私はストレスを拒み続けてる。どんなに忙しくても、誰かが私に怒鳴っていようとも。モデルのアビーリーカン賞は好評す。モデルとして、刺激を与えてくれる。 芯が強く、周りすべてがクレイジーな状況でさえ彼女は全く、同時ず冷静なの。ど欲くなところは、全く感じさせないが、ボランティア活動には、積極的である。熱心にやっているつもりはないのに、街で声をかけられるとついつい何にでもサイン、してしまうから、いつの間にか、いろんな団体のメンバーになってしまっているみたい。 2005年からマリ在住の少女のスポンサーシップを続けている。私にとっては何でもないような金額で、一人の子がご飯を食べられて学校に行けるのだから、賛同しない理由は見つからない。とても可愛い絵を描いて送ってくれる。母親が役員を務めるボランティア基金のポスターモデルを無償で引き受けたり、野生動物絶滅保護運動などのメンバーでもある。 2011年10月には、ファッション業界に向け、ドクターズ・ウィズ・アウト・ボーダーズへの寄付を、アリゾナ・ミューズと共に呼びかけた。2012年に、クリスチャン・ブリルなど、モデル仲間らとハリケーン・サンリィの救済金を集める、チャリティーイベントに参加し、2013年に国境なき、医師団の基金を集めるためデニムブランド、マザーと共同制作のカプセルコレクションを発表。また、 多忙なトップモデルになってもなお変わらず、ファンの声かけに、気さく丁寧に応え続ける誠実さを持ち、ファンを大切にするモデルとして知られている。2011年、ファッション界の大御所、カール・ラガーフェルドは、ドイツのトーク番組に出演した際、シャネルのミューズとして、フライヤーの名を挙げている。お気に入りのモデルがいる。私にとっては友人、あるいは娘のような存在だ。 彼女の名は、フライヤーエリクセンといって、非常に人気がある。彼女以上の女性はいない。容姿においても人間性にしても申し分のない、最良の女性でね、共に仕事をしなくなっても、ずっと友人で居続けたいんだ。2008年、モデルのキャサリン・マクニールと交際していたと言われている。2011年7月、 昨年から噂される、モデルのアリゾナミューズとの交際をエルドットコムが報じ、以降、二人が、ペアで仕事を行うたびに話題となった。真相についての名言はなく、2012年春に、終止符が打たれたと伝えられている。信仰のある、モデル仲間は、イリナ・ラザレアヌ、アギネス・ディーン、リリー・ドナルドソン、ラケル・ジ・マーマン、スネジャナ・オノプカ、イセリン・ステロ、ハイジ・マウント、 ララストオーン、アビー・リー・カーショー、カルメン・ペダル、アリゾナ・ミューズ、ココロシャ、サーシャ・ピボバロバ、同郷の男性モデル・クリスチャン・ブリル、エディ・クリントなど。ありがとうございます。